密書にはすでに合田の地にも小河原の密偵が入り込んでいるとあった。小河原の手の者は合田の国境を預かる藤堂という役人に目をつけ、料亭を隠れ美濃に接触を試みるつもりであるという。藤堂への警告を含め即刻その密偵に処分を下さねばならない。藤堂の旦那、言うことをお聞きになった方が身のためじゃないかい。Thank you.
これで考え直すだろう。